今回も川谷さんの集めてプラレールです。今回の列車の方は成田エクスプレス、成田エクスプレス、こんな感じですね。見たことないです。はい、集めてプラレール、今回は成田エクスプレスです。組み立てていきたいと思います。また鉄橋みたいなやつと線路ですね。はい、注意が、組み立て方、鉄橋っぽいものと車体と車体の下の部分ね。あ、曲線2つ、曲線2つ、そして直線1つ、はい、本体出てきました。そしたらですね、またいつものごとく参ります。 OK です。はい、これで完成です。今回の車両は成田エクスプレス、かっこいいですねこれね。成田エクスプレス、かっこいいな。られるんですけど、なかなかいい感じやな。安いし。はい、成田エクスプレス。